あら、探しに来てくれたんですか？海を見ていたんです。少し緊張してしまって。特別な服というものはなかなか慣れないものですね。そう感じるのは私だけでしょうか？それとも。私が衣装を着て、プロデューサーさんがそれを見送る。いつも通りのはずなのに、今日はどこか。うまく言葉が見つかりません。なぜでしょうね。お疲れ様でした、プロデューサーさん。はあ、あ、すいません、いきなりため息なんて。なんだかほっとしてしまったんです。あなたの顔を見て心の底から安心してしまいました。そう、まるで大きな発表会の後、大好きな家族に温かく迎えてもらったかのような。こんな花嫁さんだと怒られてしまいそう。まだあなたから離れることに緊張するなんて。意外と手のかかる子なのかもしれませんね、私は。きっと誰だってお姫様や王子様なんです。でもだからこそ夢だけを見ているわけにはいかないんですね。時には自ら切り開く勇気も必要です。優しく強い、そんな美しさを私も。どんなことでも最初はできることの方が少ないです。そしてできるようになったとしても使いこなせるとまでは言えません。先は長いですね。少しずつ、ほんの少しずつですが、私にもできることとか増えてきたと思います。でもそれはそれで困ったことにも気づいてしまって、欲というのでしょうか、技術を身につけて演奏できる曲が増えていくように、もっともっととやってみたいと思うことが増えてしまったんです。まるでフルートを覚えた時のようで、なんだか調子に乗ってしまいそう。だからお願いです、よく見張っていてくださいね、プロデューサーさん。はい、わかりました。そろそろ本番ですね。おかげさまで緊張も随分と落ち着いてきました。でもそんなに遠くまで行かないでくださいね、プロデューサーさん。お疲れ様でした。私の花嫁な一日もこれでおしまい。あとは帰るだけですね。なんだかあっという間でした。今日はセリフを覚える撮影ではありませんでしたけど、どうしても考えてしまうものですね、将来のこと。いいえ、結婚というものを
私、そんなに結婚を意識したことがなかったんです。どこかぼんやりといずれはするのかなと考えていた程度で、それよりも音楽の方に興味が向いていましたから。思えばそういうことが増えてきたのかもしれません。いろいろなお仕事をさせていただいて、体験して、多くの皆さんと交流をして、学び、そして考える。その度に世界は広く、自分の見識の狭さを知るんです。きっと音楽だけをしていたら、このことを実感するのはもっと遅かったでしょうね。あ、結婚の話でしたね。つい話がそれてしまいました。改まって話すとなると、なんだかすごく恥ずかしい。内緒でお願いします。私たちにはまだ知らないことがたくさんあります。直面する出来事に心が揺れ、激しく涙立つこともあるでしょう。それでも美しく咲くことはできるはずですよね。